山口敏太郎です。山口敏太郎の、都市伝説、今日もいろんな都市伝説を話したいと思います。今日はですね、ケンタッキーフライドチキンに関する都市伝説、いくつかありますね。有名なのはですね、阪神タイガースファンにはおなじみの、カーネル・サンダースの呪いで阪神が優勝できなかった。これはですね、バースとかですね、当時の戦力を駆使して阪神が優勝し、道頓堀ダイブが始まったと言われている優勝騒ぎの時にですね、カーネル・サンダースをですね、バースに見立てて、道頓堀川に放り込んだと。で、それ以降長く低迷するんですね、それ以来。でね、中にはですね、海流状態になっていて、もう、上を回ったり下を回ったり道頓堀からこう回遊しているという都市伝説もありました。で、探偵ナイトスクープで、失われたカーネル・サンダースを探せみたいな企画があったりですね、後に発見されてカーネル・サンダースはですね、もう手首が切れて上半身が先に見つかって下半身が後に見つかって、無事生還とは言えないかな、瀕死の状態で帰ってくるんですけども、それはしばらく阪神タイガースのファンだったにですね、阪神タイガースのファンとカーネル・サンダースの仲直りということで甲子園球場に展示されたという微笑ましい話もありますね。他にですね、いろいろ聞いたんですけど、レシピがですね、移動するときに戦車を使って、警備したとかですね、ものすごい重装備の金庫の中にレシピがあるとかですね、いろんなことが噂されています。カーネル・サンダースのケンタッキーの社員でもですね、ほとんど、そういうレシピの内容を知ってる人はいないというふうに言われてますね。他にもですね、いろんな伝説ありますね。4本足の鶏、最近は6本足まで増えちゃってますね。太ももの部分を取るために4本足があったり6本足があったりするというふうに言われております。他にもですね、KFC と社名変更したのは、何か陰謀があるとかですね、他にもですね、ケンタッキーフライドチキンの骨格を使って骨ですね、残った骨を使って、作ると鳥の全身骨格ができるんですけど、組み立ててみると全く違う生物だったと、これは全く根も葉もない、ガセだったんですけどね。そういったふうにケンタッキーフライドチキンに関する、都市伝説いっぱいあります。で、レシピに関してはですね、なんか癖になって定期的に食べたくなるような成分が入っているという都市伝説もありますね。そこら辺含めてケンタッキーフライドチキンの都市伝説というのが出ているそうですね。ということで、今回はケンタッキーフライドチキンに関する都市伝説ということでお話しさせていただきました。ちなみにカーネル・サンダースはですね、大佐という意味で、カーネル・サンダースは、日本のケンタッキーが展示して人気が出て、それで、世界中に広がっていったという、そういった経過があったみたいです。ということで、ケンタッキーフライドチキンの都市伝説、ちょっと喋ってると僕も食べたくなってきましたけども、今日はそういうお話をさせていただきました。